ヴィンテージ世代の元男子、絵描きのココです。ちょっと TikTok の視聴者の方からこのようなメッセージをいただきました。心の伝わらない人には心を閉ざしなさいという動画を見ました。人の心が伝わらない人間の見分け方を教えてくださいというようなメッセージをいただいたので、私が思う人の心が伝わらない人ってこんな人だよということをちょっとお話ししていきたいと思います。この動画もうほんのちょっとでもいいと思ったらフォローとかチャンネル登録とかしていただけたら、私が喜んで次の動画作りますのでお願いいたします。ココアートチャンネル。まず人の心が伝わらない人っていうのは人に共感ができない人なんですよ。 SNS 界隈でもいないですか？誰かが何かを発信したら一生懸命反論ばっかりする人、否定ばっかりする人、反論とか否定がもう癖になってる人、反論と否定は得意なのに共感なんてみじんもできない人っているじゃないですか。そういう人です。もう人の心が伝わらないというか、そういう人って人の心がないと思ってもいいと思います。人に共感ができない人は人の心を持ってないと思った方がいいです。あとね、人の心が通じない人っていうのは自分の話ばっかりするんです。または自分が話したい話しかしないというか、自分が話したいことだけ話して人の話全然聞けない人というか聞かない人なんです。基本的にそういう人ってね、人のこと興味ないんですよ。だから人の心なんて通じないです。誰かの心を考えようとか、誰かの心はどうなのかなとか思考するような、もうそれさらさらないんです。ひどい場合は誰かの話を奪ってでも自分の話をし続けます。こんな人は間違いなく人の心が伝わらない人なので、もう問答無用で心を閉ざして大丈夫よ。それから人の心が通じない人っていうのは、人の間違いにはめちゃくちゃ敏感なのに、自分がちょっとでも間違ってたとしても正当化しようと必死な感じの人いないですか？あなたの周りに。人の間違いはいち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 突っ込んだりとか、もう本当にもう重箱の隅をつつくような、いちいちさんとかさ、あの重箱の隅から隅子さんっているじゃない、そんな人。なのに自分が間違った時はもう必死のパッチで自分を正当化しようとするんです。人の間違いは指摘するのに自分の間違い認めようとしない人。あなたの周りにこんな人がいたら、その人は間違いなく人の心が通じない人だから、心を閉ざして大丈夫よ。あとね、人の心が通じない人っていうのは、人の傷つくこととか、人がなんか言われてショックなことを平気でズケズケと言うくせに、自分が傷つくことにはびっくりするぐらい敏感で大騒ぎする人いないですか？あなた普段から人傷つけてて、それに対して謝りもしなければそこには鈍感なのに、自分がもう本当にちょっと誰かに何か言われただけでもうめちゃくちゃ大げさに、私傷ついた、もう世界で一番傷ついたぐらいのもの、いう人いないですか？そういう人ってね、自分のことしか見えてないから人の心なんて通じないんです。プリプリポンのポンのズンズルベンのパンパラパン。あとね、人の心がね通じない人っていうのはね、思ったことは言わないと気が進まないのに、人の言うことは全く聞かない人いないですか？一言多いよって、うん、このチャンネルにもたまにいます。ハートが消えたからチャンネル登録解除しますってわざ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 言わんでいいこと言うてくる人、何も言わんと去ったらいいのに、いちいちなんかもう なんていうの、飛ぶ鳥あと濁すっていうの、そんな感じの人いるじゃないですか。思ったことは口に出さないと気が済まないの？飲み込むっていうことはできないの？言われたその人のことは感じないの？自分がすっきりしたらそれでいいの？あんたいつも一言多いねんって言いたい人いるでしょ、その人、心通じない人。あと、人の心が通じない人、私のファーストチャンネルにたまに出てくるんですけれども、想像力が乏しくて物事の背景を知ろうとしないんですよ。探ろうとしないんですよ。知りたいとも思わないんです。何かがここにあったとします。これには必ず背景があるんですよ。誰かがそこにいたとします。その人はそこでその姿で生まれたんじゃないんです。その人にも過去があるし、その人にも大切な人が存在するし、その人にもそのものにも背景というものがあるんです。そこを知ろうともしないし、探ろうともしないし、あるのかなって考えもしないんです。例えば私の作品で言ったら、もちろんね、こういう風な作品を書いてるので、やっぱり見る人によったら、あ、ちょっと怖いかなって、どうしてこんな表情を書くんかなってね、思う方もいていいと思います。私は全ての方に理解されたい、全ての方に好きって言ってほしいとは全く思わないんですけれども、たまにコメント欄で気持ち悪い、
嫌いみたいな、もう嫌いでも気持ち悪くてもいいんですけれども、そこでもさっきのあの一言を言おうって、もう気持ち悪いとか嫌いやったらもう何も言わんと去ったらいいやんと思うんですけれども、言わな気が済まない一言多いような人と通じるんですけれども、怖い、気持ち悪い、嫌い、その感情ってものすごく大切だと思うんです。人間の湧き上がる感情、好き、気持ちいい、癒されるっていう気持ちと同じぐらい、嫌い、気持ち悪い、怖い、この感覚って人間が誰しも大切にしないといけない感性の一つなんです。なぜその絵を見て怖いと感じるのか、なぜこの作者はこんな風な描き方をするのかっていうことを知ろうともしないし、探ろうともしないし、考えようともしないんです。非常にもったいないです。湧き上がった感情に対して思考ができないっていうのはすごくもったいない人なんです。こういう人が人の心が通じないような人なんです。そういう人って嫌いとか気持ち悪い、怖いっていう感情にも向き合えないのと同じで、癒されるなとか好きだなとプラスの感情も、なんでこんなに私は癒されるのかな、なんで私はこれがこんなに好きなのかなっていうような、そういう背景も考えられない人なんです。どっちも考えられなくなってくるんです。だから発想が貧困になってくるんです。物事には背景がある、それを知ろうとするだけで人の心が通じるのに、それができない人が世の中には若干数いるんですとか、いっぱいおるんかな。どんな感じですか、あなたの周りにこんな感じの人いないですか。おい、あと人の心が通じない人って、こっちが嫌だから嫌って伝えてるのに、それでもその嫌なことをしてこようとする人とか、やめてほしいってちゃんと意思表示をしてるのにやめない人とか、ちょっと聞いてって言ってるのに聞かない、聞けない人、そういう人ってね、さっきに通じる想像力ない人なんです。想像できないんです、考えられないんです、思考できないの。価値観も薄っぺらいし、発想も乏しくて薄っぺらな人なんです。全く深みがない人、器もあそこも全部ちっちゃい人。さっきね、人の話が聞けない、自分の話ばかりするって話したんですけれども、人の心がちょっとでも残ってたら、その時に相手がちょっと聞いてって、聞いてほしいことがあるって言った時に、何っていう風に気持ちを切り返して聞ける人なんです。それでも自分のことを話す人って、本当に人の心が伝わらない、人の心の通じない人なんです。やめてって言ってもやめてくれない、これがまさに誹謗中傷とかいじめを平気でする人の心理なんです。今日いろいろお話ししてきましたけども、人の心が通じない人が世の中でいじめとか誹謗中傷するような人なんですね。なのでこのチャンネルでも再三言ってるんですけれども、人の心の通じない人には心を閉ざしてくださいと、私が学童の先生をしている時に子どもたちから教えてもらったことなんです。心を閉ざすことで心を保つ、これって実際にあるんです。もしあなたの心が今壊れそうだったら、閉ざすべき相手には心を閉ざしてください。あなたの人生はあなたのものです。心を閉ざすことで心が守られることもあるんです。なので今日はいろんな質問をいただきます。どんな人が心を通じない人ですか？私が思いつく限りを今お話ししたんですけれども、皆さんの周りにもいると思うんです。心が通じない人、人の心が伝わらない人、いると思うんです。あなたはどんな人が心が伝わらない人だと思いますか？コメントでお聞かせくださいの感じです。こういう動画を出すとまたクレームが飛んできそうなんですけれども、これ系の動画を出すときは私も自戒を込めて、私がこれに当てはまってないのかっていう自分を振り返る意味の動画で撮影しておりますので、クレームはご容赦くださいやせ。ひどいものを全部ブロックしたいと思います。遠慮なくブロックしたいと思います。その前に利用できるだけ利用して、餌にしてからブロックしたいと思いますので、その辺だけよろしくお願いいたします。I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time.